以下問1の答えは平安時代で。え、マジか、ルナ結婚したの？おい、ヤクリ、お前聞いてんのか？え、あ、はい、聞いてました。嘘つけ。じゃあ問1の答え言ってみろ。問 1? 平安時代とか。ああ、そうだ。ほら、聞いてるじゃないですか。たまたまだろ、お前ちゃんと聞いとけよ。はい。で、次にこれらが三大和歌集と言われていて、それぞれ奈良、平安、鎌倉時代に。え、マジか、ゴリラって全員 B 型なの？ヤクリ、お前聞いてねえだろ。え、聞いてますって。じゃあ三大和歌集といえば、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集。え、万葉集、古今和歌集、新古今和歌集、それぞれ奈良、平安、鎌倉時代に作られた和歌集ですよね。おう、そうだ。ほら、聞いてるじゃないですか。お前聞いてんなら紛らわしいことすんなよ。うーい。じゃあ次に竹取物語の読みを確認してく。後で暗唱するからよく聞いて。え、お盆の語源ってサンスクリット語のウランバーナなん？ヤクリ、聞いとけって。今は昔、竹取の翁というものありけり、野山に混じりて竹を取りつつよろずのことに使いけり、なおば讃岐の宮津子と何言いける、その竹の中にもっと光る竹なん一筋ありけり、怪しがりて寄りて見るに筒の中光りたり、それを見れば三寸ばかりなる人意図美しゅうていたりですか。ほら、聞いてるじゃないですか。続き。へ、続きは暗唱は蓬莱の玉の絵までだ。さっさと全文言ってみろわ。